gentlemen and boys and girls. We are Japanese instrumental band. I'm glad meeting you. Please enjoy Kukan Kobo Radio. Thank you. CM チャンネルをご視聴の皆さん、こんばんは。11月13日土曜日22時30分になりました。空間工房ラジオソララジ49回目の放送です。空間工房はキャッチーなメロディーを奏でる5人組インストバンド、トランペット、サックス、キーボード、ベース、ドラムのメンバーで構成されています。このラジオでは僕たち空間工房の楽曲情報やバンドメンバーの日常、ラジオならではのテーマとコーナーを設けてお届けします。はい、今回のゲストは、空間工房のメンバー全員と、またスペシャルゲストの山岸健太です。こんばんは。また来てしまいました。ありがとうございます。2回連続で出てもらえるとは思えず。すみません、ありがとうございます。いや、でね、今回の会場もね、あの僕の車の中ということで。はい、なんか一人増えてるんだけど。空間工房ですから。ね、笹井くんが増えてますね。そうですね、車の中に6人いますけれどもね。さらに、ギュッとしたね。これ問題発言かと思って今躊躇したけど。そうね、まずあっくんじゃん、初級錬金お疲れ様でした。ありがとう。それももう法的にやばいけど、ね、確かにやばい、ダメなんですけど、いろいろあれじゃない、そうなんです。法的にやばいバンド、大丈夫でやっていきましょう。元気、あ、元気元気。すいませんね、あの練習、あー、いえいえ、そうね。いや、でもなんか、ね、あれワンマンのリハもさ、前回その笹井くんがいなかったから、うん、その笹井くんのベースがより光って聞こえてる。大事だったね、本当に、うん、ベースって大事なんだ、大事だねって思ってもらいたくて頑張った。本当に良かったっす、うん、よかったです。ていうか、めちゃくちゃかっこよくなってた、その前回のリハーサルから。だからまた、なんか俺が入る前に、なんか空間で入ってくれてたんだよね、リハーサル。今日あの午後1からちょっと空間だけで先に数時間入って、うん、でその後山岸とのねリハだったって。いやいやいや、化けてた、みんな。なんか福間くんもその最初のリハ入った時はなんかこうよそよそしいというか感じだったのに、バーンバーンって言ってたから、思い切りがすごくて、だからロックな感じよりになってて、ああよかったと思って、なんかいいのに。てかもうこれさ、放送してる時はさ、うん、そう、もうワンマン終わってるわけ、終わってるんですよ。そう、うん、お疲れ様でした状態になってるけど、もしかしたらもうこの放送聞恥ずかしくて聞けないぐらい失敗してる。知れない可能性が。言えば言うほど、言えば言うほど恥ずかしくなって、そっとしておきたいから。実はワンマンよそよそしかったりしてる。こそこそ叩いてなってるかもしんない。いや、なんかね、数回の合わせだったのに結構いい感じに、ね、なりましたよね、うん、めちゃくちゃいい感じになってた。でも席は満席なの？ああ、もう埋まってて、うん、で今キャンセル待ちで、うん、一応予約は受け付けてるって状態なんだけど、うん、あ、なるほどね、うん、あとライブ配信だっけ、配信、そう、配信はあの売ってるからね、あ、まあ配信でも見てくれる人が、うん、多分映像を通して見てもかっこいい気がするんだよね、うん、今回、うん、音楽的に。僕のね、周りも宣伝していかなきゃなと思って、はい、いてね。いや、でもチケットがこうね、キャンセル待ちだから、どうしようかなと思ってたんだけど、配信があるということで、うん、そうですね、確かに。だし見た人も別に配信を見れるわけじゃないから、アーカイブが2週間残ってるから、それ自体は多分これが終わっても買って見ることができるから、ぜひこのラジオを聞いてくれてる人は、うん、ぜひその配信チケットのアーカイブで、うん、なんかまたこう、あ、こんなライブだったんだなみたいな、見ていただけたらなと思います、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあ、俺思ったんだけど、うん、5人の下の名前よくわかんねえなっていう話をさっきさ、うん、してて、ね、なんだっけ、阿部浩二って、阿部浩二浩二って言ったよ、芸人、お笑い芸人だよ。さっさいくんも最初わかんない。でも今あのスタジオでそのメンバー紹介しようみたいなくだりがあった時に、やっぱフルネームで言った方がかっこいいなと思ったから、そうね。でも下の名前だから福間で終わっちゃうのもあれだなみたいな、そうだ、ね、なってたから、てかみんなあだ名はないのかなと思って、もっとこうキャッチーなさ、うーん、そうなんですね、うん、
あだ名ね。そう。あっくんはあっくんじゃん。あっくんって呼ばれてるのか。そうか。そう、俺ささいくんって呼んでるの。ちょっとイレギュラーなの。じゃあこれからあっくんにしよう。あっくん。じゃあ逆に、うん、だから俺もう、うん、多分稲荷もそうだけど山岸って呼んでる。あー、そうだね。そう、あー、山県問題。そう、山県問題があるんだよね。山県問題、山県でしょ。山県、山県、山ちゃん、ぎしちゃん。だからあのゲストで出てくれるバンドはぎしちゃんだね。あー、そうなんだ。とか、さまざま、ぎしちゃん、ぎしちゃんね、ぎしね、なんかギシギシしてるけど、やっぱり最初にあった印象がね。そうだって、もともとさ、山岸はアルファベット山岸。ああ、そうか、そう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 、的にうちらはあってて、そうなんだよね。あの矢沢的な俺は呼んでる。なるほど。山岸、山岸って、そうね、そうね、あの車に発売する山岸、山岸、山岸、あの感じだったんだ。そう、あの感じで山、うん、あの山岸って呼んでる。あ、そうなんだ。そうそう、でも山岸の話を他の人にした時に、うん、山岸の知ってる人からすると、うん、山県先輩とか、うん、山県、あ、そうそうそう、そう、で俺山県ってそうだよ、ね、呼んでくれていいよ。山岸だな。でも、嘘、まあまああの時からのあれだもんね、うん、今更変えるってこともない、できないか、うん、いや、もう心から山岸呼んでるよ、うん。どういうこと？いちいち名前呼ぶときそんなに考えたことないよ。距離感ある名字じゃないよってことでしょ。あ、そうそうそう。あ、そうか。じゃあ、あんまりだから健太っていうのもだから後から知ってるわけだもんね。そう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 。そうだね。あっくんはあっくんなわけでしょ。あ、まあ、だからなんか過去あだ名何やったみたいなさ。なんもないの。でも相性なく過ごしてきたの。なんか今まで。うん、あ、うん、そうだね。篠原は篠っちとかね。あ、篠っちね。篠っちでも誰も呼ばないね、もう。篠、うん、ちゃん、篠っちか。バンドの中で。あと篠パー兄さんとか。平パー兄さんや。一時期呼んでた俺。おお、そうなんだ。たまに呼ぶわ、篠パー兄さん。へえ。篠ちゃん、篠ちゃん、篠ちゃん、篠ちゃんが一番。うん、しっくりきてるらしい。じゃあ、うん、しのちゃんね、しのちゃんね。俺、篠原くんだけ下の名前多分聞いてないよね。あの、まさたかって言います。意外、意外かもしんない。何顔、何顔、構造とか。構造やっぱ結構職人みたいな。なんかちょっとやっぱ 社長の感じというか。職人顔、職人な。そうね、ちょっとだからメガネもあんのかな。でもメガネ率高いんだよね。さっきあのソロの時に適当に言ってたでしょ、うん、篠原浩二みたいな。浩二、まあ、そう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 、篠原浩二なんだね、やっぱ。そうなんだね、そこは変わらない。そう、ね、なんかやっぱ浩っていうか硬い、あの香水の浩みたいな。あー、か、顔、高級とかのね、うん、なんか硬いイメージ、うん、あー、はいはいはい、はい、硬派の浩、自然にね、うん、マジか、イメージがあるのかもしれない。はい、まあ、でも空間総じてそう思うけど。、うん、稲見くんはだから下の名前が稲見くんだからさ、ね、ちょっと特徴的じゃん、他にいないもんね。そうか、まあ、そうだよね、うん、なぜか龍太郎、龍太郎、龍太郎、龍太郎か、ね、ね、一発で出たよね。ね、そうそう、俺ら勝ったと思って、どっち、どっちかなと思って、メンバーに大事勝った。そうそう、なんか、なんか覚えてたんだよ。ね、でも名字は特徴的だもんね、福間、福間もそうっすね、うん、でもあだ名はないよ。でもリュウちゃんって呼んでるけど、あっくんがね、あっくん限定のやつ、あっくんと、あと、そうだね、小学校の時の友達しか呼んでないと思う。俺変わったあだ名で言うとね、ここにね、ちょっと触ってみてくんない、これ今頭を、ね、触らせられてる、ボコってしてるでしょ、うん、タンコブみたいな、うん、タンコブみたいな、これ生まれた時からあんの、ずっと、そう、から転じてしこりって呼ばれてた。マジで、なんかなかなか俺だっておいしこりって呼ばれてた時期もあったし、しこりって呼ばれるの、なんかあんまいいもんじゃないし、いいもんではなかったけど、うん、なんでみんな知ってんのそれを。あ、だから俺野球部だったから坊主だったの。あ、なるほど。だからもうちょっとあれだった、隆起、隆起してる。痛くはない、見えるの、うん、だからこれがあってしこりって呼ばれてたのあったな。しこりは辛いな、なんか、うん、あんま演技が良くない。なんかでも決めてほしいよね、空間。決めてほしいの、なんか山、こう呼ぶ、山ちゃん、山ちゃんで行く、山ちゃん、山ちゃん、もう世界のみたいな。手羽先屋じゃん。
南海キャンディーズ感は。そうね。それも強いね。山ちゃんじゃないな。いやでもなんかあとさっきも話してたけどさ、空間中でもさ、その漫才で言えば何とかっていう、そう役どころの、笑いの役どころみたいなところがあった時に、篠原くんが天然、うん、まあ天然ボケ、福間くん普通にボケ、うん、で笹井くんがツッコミにならざるを得なかった、ね、かわいそうみたいな、そうで阿部ちゃんが微笑みみたいな微笑み担当、女神担当、稲見くん回しだもんね、どっちもどっちもいける、いや最後ツッコミもいける、一番ね、なんかそう、ね、オールラウンドグラフで言うとすごいこう、そうそう均等にパワーも、ね、だってちっちゃい頃から志してるもんね、お笑い、お笑い志してるというか、あ、そうなの、好きだからね、もうなんか、うん、そういう時期もあったの、めっちゃ詳しいし、あ、お笑いは好きなんだ、そう、お笑い好きね、へえ、慣れないっていうこのね憧れみたいなところもあるけどね、半分ね、まあね、難しいよね、お笑いは一番尊敬する、かっこいいって思う職業、俺は一番できないなと思うから、なんか笑かそうと思ってやっぱり下ネタとかを言うと、なんかね、俺あんまり下ネタで笑い取れるタイプじゃないっぽい、引かれちゃうんだガチすぎて、そうガチすぎて、生々しいのかな、生々しくて引かれちゃう時が多々あって、多々あるんだ、それは対男に対しても対男も引く、それやばい、そうなんだ、まあ、何言ったかご想像にお任せするけど、まあそうだね、ラジオ的にね、うん、ラジオ的に対女子でだったら分かるけど、うん、対男子で引くは結構、俺何言ったんだろうね、いやでもなんか止まるのよ時が、やっぱあピッチね、そうそうそう、発言をちょっとね、俺変な顔しちゃいけないみたいな、寒いみたいな、なんかその変な顔 して面白いやつと面白くないやつだ、変な顔、変顔を変顔してる、確かに山岸がちょけるのがあんまり面白く映んないのかな、整ってんのもあると思うんだよね、顔がね、いやいやいや、何なんだろうね、確かにでも意外とちょけるイメージないわ、確かに、うんうん、ちょけそうだけどね、え、俺ちょけてない、リハとか、あ、ちょけてるちょけてんな、ちょけてる、ちょけてない、え、ごめんなさいね、うちの篠原が、うちの篠原が、ごめんなさい、出た出た、役割が今いいところがみんな出てた、この時間すいませんこれツッコミなの、これすいませんね、うちの篠原がっていうツッコミある謝罪じゃん、役回り説明だから前に立って謝る人ってこと、うん、はい、ということで、はい、あれですね、あのライブで僕らのフルネームを呼んでくれるってことでね、そうだね、うん、まあじゃあ答えを、待って、うん、もう忘れてるわ、あら、あのやばいね、いや篠原篠原高幸、僕やもうごめんごめん、篠原くんだけ思い出せない、漢字が入ってないから、ね、そう、正隆で、あ、みやびって書くから、まあ、空間工房のあのちょっと、うん、なんていうの、みやびっぽい感じ、うん、なんだなんだなんだ、あれや下町っぽい感じと、いい、うん、下町っぽい感じと、あのみやびをちょっとこう組み合わせてもらえると、うん、覚えやすいかもしれない、遠いな、うん、遠い、雅からは遠いな、遠いであんま来ないし、ね、あ、じゃあ和だね、和、そう、和と合わせてくれればいいな、和でもないみたいな、めちゃくちゃ直接否定されてるよ、雅って和っぽくない、みやびは分かるけど、それが、あ、俺がね、そうそう、あ、俺がね、まっさらだな、まっさらと言われてもね、確かにそうかもしれない、どちらかというとやっぱりなんだろう、中東の雰囲気があるからね、ああそうね、うん、僕はあれなんです、フィリピンとか、だからそれは見たんだよ、だから、うん、だから正隆、正隆篠原正隆当日のお楽しみ、ああそうね、なんて呼ばれるか、まあ忘れたね、適当に、最悪トランペットのマイクで、ね、あのしゃ、あの正隆って言ってくれる、トランペットね、正隆だよ、正隆だ、楽しみだな、もう誰が喋ってるかも分かんない、どっかから聞こえる天の声みたいな、どうしたの、キョロしちゃうから
番組のコーナーに行く前にシンガーソングライター山岸健太の楽曲をお届け。今回は11月10日、山岸健太ワンマンライブ無双から1曲お送りします。ではタイトルコールお願いします。はい、ソロで出した君は正しいという、アルバムに収録されているタイトル曲ですね。聴いてください。ヒッチハイク。篠原のお悩み相談コーナー。ありがとうございます。解決解決まあこのコーナー確か2回目なんですけど、そんな直近のコーナーだったのこれ。そう、2回目なんですけど、老舗な感じだったね。メンバー、今日来てくれたメンバーのその悩みを聞いて、まあ僕がアドバイスをして解決してあげるというコーナーで、これはすごいです。ちなみにね、解決率今までどうでしたっけ？そうですね、解決率今 100% いや、2回しかやってないでしょその1回ではもうメンバー全員やってもらって、だから4分の4解決。あ、すごい。満足度どうだったの？満足度どうだったの？まあ、俺は星5だった。あ、お悩み？そう、日頃の何でもいいの。そう、何でもいい。それは何し、そう、篠原、人生経験豊富な篠パー兄さん、篠パー兄さんが答えてくれる。そう、だから答えてくれる。朝起きるのしんどいとか、もう本当に些細な悩みを聞いて、ハッとする。ちなみにその、あの回答と、っていうか、何でしたっけ？前はだからあだ名がないんですけど、あ、そう、ね、相談して福間さんでいいんじゃないですか。おお満足度。さっき話してたような話だったけど。そうそうそう。すごいんですよこれ。じゃあなんか蒸し返しちゃったよ。悪かったね。じゃあ早速なんですけど、じゃあ山岸くんから。俺のお悩み？悩み。うわー、ちょっと全然用意してなかったな。そうですね。このコーナー全く準備せずに始めたからね。その場のね、何の方向性でもいいからね。何でもいい。何でも解決してくれるから。そうだなあ。でもちょっと聞きたいのは、これ多分シノパー兄さん一番。なんか得意な分野なんじゃないかと思うんだけど、なんていうんですか、もともと小4ぐらいも俺すごい太ってたんですよ、で結構体は結構だらしない感じなのね、俺今現在もだから、なんだろう、おすすめのダイエットとかをちょっと教えてほしい。なんか過去やってきたものとか、過去やってきたもの、どうやらすごかったらしいじゃん。その太お太りになられてた。そうそうね。幼少期ね。幼少期ね。そうそうそう。すごかったからね。80キロぐらいいって。
すごいな。そこからそこまではどう痩せたの？どう痩せてったの？半年で水泳毎日プールに入って。ああやっぱ水泳か。そう半年で20キロ落としたし。すごくない？20キロってさ、子供一人。すごいね。小三ぐらいの子供一人ね。ね。うん。すごいな。すごい。やっぱ水泳なんだ。でもまあね、水泳はねすごく痩せるんだけどやっぱ継続が難しいというか、うん、やっぱねプールに行くっていうところでもハードルがね、うん、高いから難しいよね、うん、そうだね。そうだから最近のおすすめのやり方はやっぱ食生活かな。はい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 、はい、うん、基本もね。そう食生活で、うん、そのタンパク質をなるべく取っていくと、はい、痩せやすい体になりますっていうのを読んだんですよ。はいはい、あのなんかタンパク質のなんかね本があって、タンパク質の本があるタンパク質の本なんだっけな、眠れなくなるほど面白いタンパク質の話っていうなんか本があって、そこに書いてあったのがその眠れなくなるのは困るちょっとまた別の悩みが最近寝れないんですね、来ちゃうかもしれない。またお邪魔するからそなんか人間にとっては、うん、なんかそのタンパク質が不足してるといろいろそのやる気だったりとか、うん、下がっちゃうから、タンパク質をもう持っとくだけで代謝も上がるし、うん、みたいなので、タンパク質をなるべく取っておくと、うん、痩せやすいですよっていう。何を食べるといいんだ、タンパク質っていうと。鶏とか、鶏の胸肉とか、うん、鶏ももとかね。鶏もも、うん、鶏肉が多いな、まあ、そうだね。基本鶏肉って言ってそうだね。チキン。食生活はだからどういう食べ物、なんか料理としては何を食べてるの？で朝は、うん、僕プロテイン飲んでるんですよ。減量するプロテインっていうのがあって、もうプロテインだけ、プロテインとプラスなんかちょっとみたいな、あ食パンとかっていう感じで、うん、まあ、ウィートダウンのプロテインを飲んでます。ウィートダウンのプロテインって何がウィートダウン、飲めばウィートダウン、普通のプロテインって筋肉つけるためのプロテインだから、うん、運動しないと脂肪になっちゃう、運動すれば筋肉になるっていうプロテイン、動物性のプロテインなんだけど、ウィートダウンのプロテインはどっちかというと植物性のプロテインって言って、その、うん、大豆とか、そう大豆とかが入ってるプロテインなんですよ。だからそれを飲んでおくと、うん、まあ、痩せますっていうか。でもお高いんでしょ？高かったかな。高いんじゃないんですか？それいくらいくら？一ヶ月で毎日飲んでたら1ヶ月で4000円ぐらいかな。ああ、できるかもしれない。そうだね。でもそれが今ならなんと。やばい。なんか空間に通販されたまあアマゾンで買ってるんでね。ちょっと見てみようかな。定期便って言ってその毎月送ってもらうっていう設定ができて、うん、毎月送ってもらう設定を入れるとちょっと安くなるから、うん、僕はそれでやってます。で、まあ、もしプロテインが余っちゃったらスキップっていう機能があるから、うん、別にスキップしても大丈夫っていう感じでやってますね。さすが。その添える朝食は基本的にあんまりこだわらなくていい、うんうん、まあ、できればタンパク質寄せた方がいいけど、まあ、納豆とか、うんうんうん、なるべくその1日の食生活でタンパク質を取るっていうのを頭に入れてとにかくタンパク質とにかくタンパク質それやって、うん、もう8月からそれをやってるんだけど、うん、もそれで2キロぐらい落ちたんです。3ヶ月で2キロはすごいよね、うん、そうだからおすすめかもしれない。これは結構緩くできる、わかりやすいしね、そう運動もまあちょいちょいするけど、うん、運動ねしんどいじゃん。だから、うん、食生活でそこをちょっと担保するというか、体を作るってことさ、うん、そんな感じですかね。ああなるほど。ちょっと真面目すぎる回答かもしれないですね。なんでこんなもんじゃないの。すごい助かる。様々な感じだから。いやいや。でもね、いろんなダイエット方法を試した上でだもんね。そうだね。うん、そうね。カロリーをスプレッドシートで管理してる時期もあったわけでしょ。うん、あったね。さあ、あと毎日体重測るっていうの大事で。ああそうなんだ。そう、あのね、体重毎日測れば、うん、その食べ過ぎないっていう。ああ意識がね。そう、今日この体重だったからちょっと今日これ晩酌やめとくかみたいな。なるほどなるほど。そう測ったのは。測った体重は記録してる。記録してます。うん、スプレッドシートにね全部毎日出てくる。殿下の方。スプレッドシート。塩辛といえばもう。そうなんだ。殿下の方。ちょっと怖いな。あと毎朝
iPhone のリマインダーで、うん、まあ、朝9時ぐらいに、はいはいはい、測定びっくりマークっていう通知が来る。あー、なるほど。体重測定しろっていうことなんだけど、うん、それを見てね、あ、体重測んなきゃってなるわけ。うん、でさ、何か食べた後に体重測ると増えちゃうじゃん。だからなるべく朝に測りたいわけ、空っぽな状態で。なるほどね。っていう ね意識で。うち体重計ないからさ、ちょっとだからもうこれを機にちょっと体重計買います、うん、本当に本当に、うん、だから体脂肪とかも測れるとこもあるじゃん、うん、あるあるある、あれはあった方がいいんだよね、ああいう機能は、ね、できればあった方がいいかもね。なるほど、うん、なんか俺はだからそのなんだろう、数字で感じたくないと思ってた節があったけどやっぱそこの意識は大事なんだね、うん、現実をね。そうだね。そうですね。そうだね。かぶったけど。体重計と、そう、タンパク質、あのプロテインの URL 送っといてください。ありがとうございます。はい、ということで、じゃあ今回は解決したということで。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。本当にすごいな。よかったです。素晴らしい。ありがとうございます。はい、ということで篠原先生のお悩み相談コーナーでした。はい、ありがとうございました。ソララジ、空間工房ラジオ、そろそろ終了のお時間がやってまいりました、ということで、空間工房と山岸から、次回のライブの宣伝をさせていただきます。はい、じゃあまずは山岸からお願いします。はい、ワンマン終わってこれが放送は13日ですよね、はい、ライブがですね、まあ、今あの現在ワンマンにも出てくれたラセントスプリットの CD を出して、でそのリリースのツアーを今やっております。ライブ自体が、神戸、京都、大阪と 3days 関西で決まっております。まあ詳しくは Twitter とか、あのインスタとかそこからチェックしていただければなと思います。他は新潟と、埼玉、千葉も行きますね。なんでちょっとぜひ地方の方でこれを聞いてる人がいれば、あのいつなんだろうっていうのはちょっといろいろ各 SNS ちょっとチェックしていただければなと思います。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、空間工房のライブは、11月14日この放送の翌日ですね、森天という、森天、うん、森でライブをします。へえー、すごいじゃん。森です。野外です。めっちゃいいじゃん。本当に野外、本当に野外ってすごい。どういうことかわかんないけど森よ、本当に森だよね。そうね、森の中のめちゃめちゃ森だね。いやこれはすごい気持ちいいだろうね。時間は13時からで、場所は麻生区市民健康の森です。森です。読売ランドのね、駅の裏らへんですかね。あ、そうなんだ。そうですね、結構登る、歩く、駅から徒歩10分ですね。読売、うんうん、ランドはでもこっからもそんなに遠くないからね、うん、そのワンマンやる下北沢からは全然そんなに距離ないってことだよ。読売ランドいいね、気持ちよさそう。いろんなねお店も出店して、あの僕ら以外にもライブの時間もあるみたいなんで、普通にアートパーティーという題目を振ってるぐらいで、いろんななんか絵が飾ってあったり、お店が出店してあったり、それを何週間かやるうちの、その僕らが出演する明日のライブの日は、いろんな音楽を、うんうん、やろうみたいな感じになってるんで、実際の場所で楽しんでもらえたら嬉しいです。実質フェスだね。じゃあ、うん、そうだね、うん、プチフェスみたいな感じかもしれない。羨ましい。以上、空間工房と山岸からライブ情報のコーナーでした。ありがとうございます。はい、次回は11月27日土曜日更新予定です。今回もご視聴いただきありがとうございました。またね。はい、またー。綺麗、ちり綺麗の